ボートレース宮島から広島湾を挟んで反対側にあるベイサイドビーチ坂で2014ビーチサッカーフェスティバル in 広島が開催されました。各地から11チームがエントリーし、2組に分かれて試合を行い、上位3チームが決勝トーナメントへと進みます。我が広島支部からも若手を中心にモンタチームとして参加しましたよ。それでは早速メンバーを紹介しましょう。408の半田直哉です。今日は皆さんの足を引っ張らないように頑張ります。登録番号498浜月正則です。夏の最後暴れて帰ります。今日はハットトリックして帰るんで応援よろしくお願いします。4811向井祐希です。先輩方の足を引っ張らないように頑張ります。4613弟の向井田直哉です。サッカーはあんまり得意じゃないですけど優勝します。4682の大上拓人です。今日は優勝する気持ちで来ました。僕は一点もやりません。4771広島支部の丸です。4771広島支部の下寺です。よろしくお願いします。こっちっすね。テイク3ですか。もういいです。まあ、4416広島の三宅です。一生懸命頑張ります。4564山本です。仕事に支障が出ないように頑張ります。おはようございます。4821の塚明奈美です。今日はマネージャー頑張ります。もういいですか。4343の村岡です。今日はエースの谷克之をアシストできるように頑張ります。応援してください。広島361の谷です。今日は監督できました。明治杯で優勝に導きます。今日は優勝すんぞい。モンタチームは右から左へと攻めます。ビーチサッカーは基本的には普通のサッカーと一緒で、大きく違うのは砂浜の上で裸足でやるんです。そして5人のメンバーがいつでも交代できるんですって。それでもこの日は12分間ハーフタイムなしで、選手はかなりしんどそうでしたよ。きついっす。開始5分、選手交代の時になんとキーパーの大上が転倒。先制されてしまいました。その後も相手にペースを握られ苦戦しますが、試合終了まで残り3分、これが相手のオンゴールを誘い同点。ベンチも大喜びです。その後も大上のスーパーセーブなどで点を与えず、同点のまま試合終了。いやー、まずまずのスタートじゃないですか。ラッキーゲーム、いや俺の海ゲームでやったぜ。そして休む間もなく2試合目の開始。開始早々、山本が走り込んで、今日の初ゴールにとっても嬉しそうですね。続けてペナルティーキックのチャンスでキッカーは村岡。一瞬入ったように見えましたが、
ポストのわずかに右。その後は相手に流れが傾きます。そして1対2と逆転され、痛い黒星。この試合も先制されますが、相手のオウンゴールで同点。そしてこの試合最も輝いたのはこの人、向田祐希。やりました。やっといて。終了間際にもダメ押しのゴール。これで決勝トーナメント進出に望みをつなぎましたよ。次予選タイム、決勝トーナメントいけるように頑張ります。勝ちたいですね。頑張ります。次の試合引き分け以上で決勝進出です。意外といい位置つけとるだよ。やったるな、やったるな、やったるな。ボートレースで言えば勝負がけ、頑張ってくださいね。決勝トーナメント進出をかけた大一番、先発キーパーは半田直也。その立ち上がりのことでした。わずかな隙を突かれ先制を許します。疲れもピークに達しながら果敢に相手ゴールを狙います。しかし相手キーパーの攻守に阻まれ、そのまま敗退決定。7位以下を決める順位決定戦に回ることになりました。負けましたね。休憩できるチームはね、しっかりと水分補給、しょうがないです。体力回復に疲れました。仕事に影響しない、影響するんでしょ。傷だらけですよ。足とか、はい、まあ、よかった、楽しかったです。